様です。第30週のテクニカル見通しになってきます。第30週は7月の22日から26日ということで、いよいよね、夏も差し迫ってきて、かといってですね、8月になると急速に夏は引いていきますんで、暑い夏もね、あっという間に終わっていくのかなというところでございます。まあ、その中で、私たちのこの FX 為替相場なんですけども、今回大きな事件がありました。そのの事件っていうのは、 そう、アメリカ大統領選ですね。ここで細かいこと言うのは割愛しますけども、今までの流れが大きく変わると思います。で、この30週は、ドル高が行動の限界点に達したんではなかろうかどうかっていうことを評価する1週間にもなると思います。えー、まあ1週間で測りきれなければね、また8月にも持ち越すってことになるかもしれませんけども、なんといっても、アメリカ大統領選、2大候補のうちバイデンさんが、まあ、大統領選のね、 え、出場を辞退するということになりまして、まあ、ほぼトランプ政権で決まりだろうということでございます。ちょっと対立候補もね、考えられませんのでね。はい、そういう中で、トランプさんが政権を取ると、このドル高主導の政治っていうのはね、完全に停止して逆の方向に向かわせるというふうにも随所で言われております。実際にその通りにやるかどうかわかりませんけども、今のところトランプさんの発言とアメリカの民意を こう考察すするならですねまあドル高でドルの価値が高まって資金がアメリカにターンと集まってきてですね確かに人件費は上がったんだけどもまあそれ以上にね物価が上がっちゃってついていけないっていうところらしいですまあ、実質賃金26週連続でマイナスという風なのね日本の指標なんですけどもじゃあアメリカが豊かかっていうとねアメリカもそうではないんですよ 人件費は確かに上がったんだけども、だけども、物価が上がりすぎて、とてもじゃないけどもね、やっていけないと。まあ、例えて言うと、すごく感覚値ですけども、人件費は倍になった。給料は倍になったんだけども、物価は5倍になったみたいな感覚みたいなんですよ。はい。まあ、そういうことになりますとね、もうアメリカ国内の製品を買える人はほとんどいなくって、輸入品に耐えざるを得ないということで、輸入品が売れて、アメリカ国内の製品が売れないってことにもうなりかねないと。で、そうなってくると、やばい。 ということでね、まあ、トランプさんはもうこれまでのドル高指導をやめていって、えー、ドル高はねアメリカにもダメージがあるんだってことで <laughs> 転換した政策をとっていくような気がしますね、まあ、そういったことを込みで考えていくと、うん、このドル高ってのはもしかしたらこの161円ちょうど先日為替介入があったところがまあとりあえずの限界なのかなとこれ以上円安に向かうかどうかはちょっとね ドル円のマーケットだけではちょっとと測れなないいかなと思いますただしドル円のマーケット以外にも通貨ってのはありますんで他の通貨と日本円との関係でドル高は終わったんだけどもだけども円安は続くっていう図式も測れるわけなんですよまあ、ですんで直接関係があるのはドルなんですけどもドル以外の通貨との兼ね合いもありますんでね単純にドル高が終わったからといってじゃあ円高の方向にね この図で言うと、セルの方向にどん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 向かうのかっていうと、それもすぐには決められないってことになります。えー、なんともね、まあ複雑な夏になるということだけは覚悟しなければなりませんね。で、そこを見通していく30周なんですけども、多分30周自体はね、そんなに難しい相場にはならないと思います。えー、むしろね、本当にドル高が終わったのかなってことが測れて、レンジなりセルなりに入っていくときに、 一定の方針を決めていかなくてはいけないかなというところですね。それが大体8月になるというふうに見通しております。さあ、それではね、今回はテクニカルだけについてお話していきますと、上昇トレンドには見えますよね。で、上昇トレンドがこの下ヒゲによって移動平均線にぶつかって、さらに上に戻っていくっていうふうにテクニカルでは測れます。はい、え先ほどと言ってるのがちょっと違いますけども、テクニカル的にはこうなんですよ。 まあだからちょっとねじれた状態ですよね。テクニカルとファンダメンタルがちょっと入り混じっていると同じ方向に向かっていないってことです。はい。では、突き足の後は、あ、これ週足でしたか。今見たのが週足ですね。で、日足なんですけども、先ほどの私の話を裏付けるかのように、止まって上の方に向かっている。下も、しかもですね、下火を出しているってことで、これが上に向かうことを暗示しているのかなっていうこところですね。まあ、上昇トレンド。これずっと右肩上がりでしょ だからこういう場合はこれからも上昇が続くって思うのがテクニカルの考え方ですその際にここを抜けてさらに上の高値に行けるのかどうかってことは評価しなければなりませんねはいじゃあ次は4時間です4時間っていうことになってくるとこれはね22日の月曜日のもう為替の状況に直接関わってきます、まあ、そうなると注意する点は今ね移動平均線を 泳ぎ切ろうととしてているるロソクがあるってことです今度はこの青い線で跳ね返ってやっぱりね下に引き戻されて下落トレンドを計続するのかそれともこの移動平均線3本目も渡りきって上昇トレンドに転換するのかってことをね見ていくっていうのが4時間でのテクニカルの考え方になりますここ1点が争点になりますねはい次は1時間です 1>, 1時間の見通しが立てば、月曜日の22日の午前中からエントリーすることができます。さあ、1時間はどうでしょうかこれは移動平均線の上に乗っかった形で、これから上昇することを暗示させていますね。で、前回、金曜日なんですけども、こちらに1回利格のチャンスがありました。で、その前に、ここがエントリーポイントになってましたね。思い出してきましたここを抜けたら倍しましょうって言ってるわけですよ。 で、倍でエントリーして、ここが利確ポイントになって、それが金曜日の15時ぐらいだったと思います。ですんでね、16時半とか17時に気づいた時にはもうすでにここまで価格が戻っていって、せっかくの含み益が取れなかったという風なね、タイミングズレになってくるよってことです。ただしその後、ちょっとね、ポジションを置いておけばもう一回上がってきましたんで、ここで第2の利確ポイントがありましたんで、売り抜くことができたんじゃないかなということです。 以来ですね、もう値段が落ちてきまして、また新しいエントリーポイントを探さないといけないときに、えー、午前中ですよね、えー、リスクの取りたくない方は、ここ、もしくはここを超えてから倍でエントリーすればいいんじゃないかなというふうな評価になります。で、リスクの取れる方は、月曜日の朝から、もう値動きが始まるか始まらないか、もうそういう段階からここでね、倍を入れておけばいいんじゃないですか。はい、まあそういった形になりますね。はい、それでは今週も頑張っていきましょう。お疲れ様です。